ウェンディ、何度も言ったはずだぞ、道端のゴミは拾うんじゃない。今度は何を持ってきたんだ。あーん、口を開けてみろ。よし、汚いものはついてないようだな。ああ、なんてこった。昨日の件で気が動転してたな。あんなに大事なことを忘れるところだった。持ってきてくれたぞ。リメカップ展が今日から始まるんだ。それでな、いいことを思いついたんだ。今日午後リメカップ展に行こう。どうだ。展示期間中には抽選イベントもあるんだと。一番ラッキーなやつはワールドカップ全試合のチケットがもらえるそうだ。ピクルスはきっとその一番ラッキーな犬になれる。これまでのくじ引きでそうだったように。全然嬉しそうじゃないぞ。もう絶版したサインボールがもらえるかもしれないんだぞ。そうすればボール投げの時、新しいボールが使える。落ち着けウェンディ、まだ民主的な投票が終わってない。ああ、リメカップの観覧に行きたくない奴はいるか？手を挙げろ。よし、満場一致だな。約束したじゃないの。おかしなものを見ても大声を出さないとも約束したわよね。はーい、ママ。はあ、無事セキュリティチェックを抜けられた。新時代の勇者が得意とするバブル装置を携え決戦の地に到着したぞ。彼らはこれから強風に直面するんだ。歴史に残る転換期になる。
そ、なんてことだ。外の強風が全く中に入ってこれないじゃないか。空気の流動がない世界は死も同然。新世界の石鹸バブルを吹くことはできない。だが真の芸術家は構想を決行する勇気と決心を捨てたりしない。順調に行けば30分以内に僕一人の力で七色の海のようなバブルを作って、ここにいる全員を酔いしれるような夢に招待してみせるのに。もっと隠密に行動できればいいんだけど。あれ見ろよ、屋内でシャボン玉を吹いてるやつがいるぜ。なんだこの匂いは。まだ1分しか経ってないぞ。間に合わない、これだけのバブルじゃ全然足りない。待って、あと10分ちょうだい。詐欺の計画かい？静粛に。暴力で問題を解決するのは好きじゃないけど、人生にアクシデントはつきものだしね。おい、モナモン。そう、このダイヤの数、まるで本物のように。シワができるだろう。ものを分ける時間だ。いや、戦利品の合理的な再分配というべきか。ちょっとちょっとちょっと、言わせてもらうけどさ、アーティストにはふさわしい尊重と待遇を与えるべきじゃない。
またお前か、いまいましいチンピラめ。一体何を考えているんだ。アルカニストとは全員愚かで身の程知らずなのか。僕はまだ諦めてないよ、ミスター・アイバーソン。芸術の火種は消されることはないんだ。理想に対する永遠の追求と同じさ。口だけうるさいガキめ。何をするつもりだったかは分からんが、今回もまた失敗に終わったな。理想を追うことは愚かじゃないよ、ミスター・アイバーソン。確固たる目標がなければ人生は陳腐な物理的娯楽の罠に陥ってしまう。そう遠くない未来、人々は真の理想のために声を上げ、平和と愛のために歌うと信じてる。お前のような上ごとをわめく若者をたくさん見てきた。あまりにも幼稚すぎて失笑するな。よしよし、行ったな。僕はもうリメカップ展示会場にいるんだ。こんなタイミングで諦めるわけにはいかない。通風パイプをよじ登る行為ですら、僕の反逆精神を呼び覚ますための小さな犠牲でしかないのさ。なんて汚いんだ。でもこんなカゴの中で時間を無駄にしてるよりマシだ。真っ暗だな。空想バブルの水が、くそ、全部目に入った。痛い。どうか副作用がなるべくゆっくり到来するよう、タレイヤのご加護がありますように。いない。
知恵と力、より大切なのはどちらかな。中のヒューズはどれも最近取り替えられたものばっか。多分ここの警備責任者は相当手ごわいやつのはず。でも残念なことに警備ガイドを重視してるだけじゃ他の面では隙だらけになっちゃうよ。人間の警備員を全員移動させてロボットだけのパトロールで異常事態を防ごうなんて、最終的に4時間13分2秒ごとに30秒間の空白が制御室に生まれる。だから君はここでヒューズを取り替えることもできた。その通りだよ、アッシュ先生。私は必ず警備ガイドのずさんさを証明してみせる。そのためにも最高のタイミングで登場するんだ。で、次の計画は？全部の警備ロボットに会いに行くよ。不審者を検知する。位置は。最後は。ん？あなた、他のロボットより賢そうかも。位置を確定できません。レベル2プランを起用。ラビオグルーガン。やばい！騒ぎ起こしちゃダメ。即戦即決しないと。観測レーダーに気をつけなくっちゃ。待って、あと10分ちょうだい。ただなしとは。
これは森の監獄よ。ガイドに反してる。もしかしてアイバーソンは業界に入ったばかりの素人？そんなはずない。唯一の可能性は、奴は手段を選ばない狂人だってこと。安全宣言のために。彼らの言い分は覚えてるよ。新人類者はリメカップの絶対安全を保証します。みんなこういう大げさな言い分に対して受け入れが良すぎだよ。ああいう言葉は信じちゃいけないのに。急がないと。5度回転、それから13歩移動する。通風システムのコアは展示会場左側の3番目の部屋にある。あそこは居住に必要な条件と照明設備がない。誰かがあそこにいる可能性はほぼない。十分な時間を持って風の方向を調整できるはず。で、発酵しすぎた酸っぱい仮設酒みたい。やっぱり来てたんだ。
ち伏せされてる？どういうことなの？全身が痛い。それにこの光景、ここは空想？それとも天国？よく見えない。まさかこれが不明瞭な危機感とどんよりした空気が育んだ相乗芸術なのか？さあ来るんだ、君こそが僕のミューズ。ちょっと離してってば。何するの？最悪、もしかして解雇されて狂った人間警備員に出くわしちゃった？しょうがないから追加の問いとして解決するよ。これでも食らえ！お父さんから教えてもらった匍匐状態での関節技。うわあ、インスピレーション、僕のインスピレーションが消えてなくなってしまう。想像の中でこんなにリアルな痛みを感じたのは初めてだ。あ、まだやる気？じゃあもう一回。解決した。これは空想じゃない、テロ襲撃だ。なんて卑劣で恥知らずな暴力行為なんだ。アイバーソン、ここに刺客を送り込んでいたなんて、あの金庫マニア、戦争熱狂者め、本当の姿を暴いてやる。ん？あなた、あいつの仲間じゃないの？もちろんだ。ごめん。来るな。君はアイバーソンが召喚した悪魔だな。テッペのロボットより恐ろしい。さっきの全ては誤解だと言ったら理解してくれる？君ならどうする？少しお粗末な対応だ。アッシ先生、確かに私緊張しすぎだったかも。どこからどう見ても警備員じゃないのに。それはある種の嘲笑いとも取れるけど。これだけは言っておく。暴力は芸術の反対語だ。もっと適切な抗争手段を選ばなければならない。これこそが武力を乱用するアイバーソンたちに反対する理由なんだ。そうだね、私も暴力の乱用には反対。そこはうちとアイバーソンの会社の大きな違いでもある。本当かい？首元がまだ痛いんだけど。それはちょっとした事故っていうか。お詫びとしてあなたを外に出してあげるから。わかった、許す。いつ出発する？5分後。まずこの部屋のターミナルバルブを交換。それからパイプ内部の導流プレートの位置を調整して螺旋ファンの気流方向を変えないと。磁性を持った粘着剤が次々と螺旋ファンによって通風パイプの外に排出されていく。そして警備ロボットの体に付着する。細かい粘着剤はロボットたちを足止めするよ。そうしたら堂々と外に出れるようになるよ。大げさな工事に聞こえるな。僕にできることは
もちろんあるよ。なるべく背後の調整バルブから離れてて。船長、私たちの目的地はリメカップ展示会場じゃないんですか？もちろん。ですが展示会場のフロントは私たちがさっき通った交差点にあります。ここはすでに廃棄されたバックドアでは、それに立ち入り禁止の看板まで貼ってありますよ。そういうことはどうでもいいじゃん。大勢のファンを持つロックンロールライダーは人だかりが密集してる場所に姿を現すべきじゃないでしょう。騒ぎは起こしたくないからね。なるほど。てっきり船長は金欠なのかと。あ、な、それは完全な誤解。私たちの目的はヨレヨレ野郎を説得して鉄皮の怪物たちの邪悪な計画を暴くんでしょ。真正面から正々堂々と入るわけにはいかないじゃん。アップル、トミーが言ってた報酬のことまだ覚えてる？誰もがびっくりするような驚きのインサイダー情報を提供してほしいと言ってましたね。船長はどうやらその報酬を気にかけているようですな。そんなことあるわけないじゃん。義理と人情のある海賊なんだから。トミーを手伝うべきだと思っただけ。そして友達から相応の感謝をもらうのも当たり前でしょ。船長、なるほどです。偉大なロックンロール海賊は一発逆転を計らう。狂気じみたヒッピーは己の過ちを知り手を洗う。ロンドンを救った大ヒーローはたくさんのインタビューを受ける。使い切れないほどの賞金。船長、船長、気をつけてください。皮膚の硬さと声のトーン、それに排出している体液も人間とはかけ離れています。彼らはおそらく、あ、わかった。新聞に載ってた警備ロボットだ。もちろんその可能性もあります。
ロンドンもこんな醜い鉄皮の怪物に占領されてたまるもんか。警備ロボットの恐ろしい真の姿を公衆に暴露しないと。こいつらは暴力的で荒々しく危険だらけだ。このアップルめは最後まで戦いますぞ。うんうん、アップルにはもっと大事な任務がある。最寄りのラジオチャンネルを占拠してこい。これはキャプテン命令だ。わかりました。うわイエスイヤー。実践と理論の間には一定のズレが生じるものである。いいわ、ミス・マチルダ・ブアニッシュの力をお見せしましょう。命令するのしかね。捧げます。安らかにお眠りください。
フレットには、サッカーを愛する者ならどなたも大歓迎と書いてあるじゃないか。その通りですミスター。じゃあ僕たちを中に入れるべきだ。僕、ウェンディ、アリス、ネルソン、それにピクルスもみんなサッカーを愛してる。申し訳ありません。ペットは立ち入り禁止なんです。ペット預けエリアを準備してあります。プロの警察犬が看護担当しています。ぶつけるなよウェンディ。どうやらみんな楽しめる場所があるようだ。ワンコの遊び場で楽しく遊んでおいで。
またお会いしましたな、憂鬱な目をしたパピー。ん？このアップルめは船長からの命を受け、海上に入り調査を行うところです。そういえば前回別れを告げてから、このアップルめはあなたとの交流方法について考えていました。これを作りましたぞ。簡易な翻訳機、その名もドギーです。まだテスト段階なので機能は揃っておらず、たまにバグもあります。犬の言語に対する理解力も逸脱があったりしますが、ありがとうと犬は感謝をしています。どういたしまして。残念なことにこの翻訳機のテストをしている余裕はないのです。早くここから去った方がいいですぞ。いつ暴力を乱用する警備ロボットが現れるか分かりませんからね。逃げられないと犬はあなたのアドバイスを断っています。中にとても大事なものがあると犬は心配しています。なるほど、合理的な理由です。共に行きましょう。危険があった時はこのアップルめが力になりましょうぞ。どうやって直接ここへ？以前来たことがあるのですか？直感さと犬は謙虚さを見せています。船長からの任務は順調ですね。ここには放送設備が整っているようです。相応の周波妨害装置を設置すればレグルス船長は3マイル範囲内のあらゆるラジオ放送をハイジャックできます。
ん？おい！あの煙クジャラを中に入れたのはドイツだ！くせ！ここはもう、いまいましい犬の毛に汚染されてしまった。くし！ロボットはどうした？こいつを追い出せ！え、騎士！指令受信。を探知しました。どうしたんだ？壊れたのか？危険レベル。支援要請、支援要請。なんておぞましい煙くじゃらなんだ。危険物資だ。今すぐ遮断すべきだ。ロボットよ、こっちに来い。やつを追い出せ。いや、殺してしまえ。レベル3の警戒状態だ。何してるんだ！僕のピクルスから離れろ！そいつをここに入れたのは、あんたか。厳重な警告を言い渡す。その犬は非常に危険な不安要素だ。厳正な処分を求める。何を言ってるんだ！ピクルスは全然危険なんかじゃない。ご近所に愛されてる、とってもいい子だ。この場から去ればいいんだろ。くちっ。危険かどうかを決める権利はあなたにはない。そこにいなさい。警備ガイド第172条第5号。警備会社は任務執行中に危険性のある全てのアイテムを直接処理する権利がある。命令だ。その犬をこちらに渡せ。不安要素を排除する報酬として、より高貴な血統を持ち、より温厚な犬を弁償しようじゃないか。ただのペットの犬に目をくらますんじゃない。キシュッ。
に言ってるんだ。彼は僕の友達なんだぞ。狂ってる。あなたは友人を見捨てることができるのか。まああなたにはできるかもしれないな。鉄の塊が頭にひっついた冷血野郎だもんな。ワールドカップのブラックリストに入りたくないなら今すぐおかしな行為をやめるんだ。よくやったな。でも君の脅しは効かないし、ピクルスのことも決して諦めないぞ。何がワールドカップだこの野郎。愚かな。捕まえろ。生茂る地へと参りましょう。新科学心霊相談所アクション。うん、集団詐欺の計画かい。気に入った。大地に肌なしとは。取ったものを分ける時間だ。いや、戦利品の合理的な再分配というべきか。やっと静かになったな。いや、キス。通風システムを最大効率にしろ。犬の毛が一本もない環境にするんだ。他のロボットはあの犬を捕まえろ。指令確認。
おいおい、どういうこと？何をしたんだ？私じゃないよ、通風システムが急に起動したんだって。これが君が言ってた完璧な計画？吹き飛ばされちゃうぞ。ちょっと早く減速して。もう間に合わない、ぶつかる。うわあ！はい。